聞こえますでしょうか。それでは、はい。マレーシア政府観光局様にスポンサードいただいて、次の旅先はマレーシアで決まり、ミストラベルと一緒にマレーシアの魅力を徹底解剖を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。今回は、個性あるアジア旅っていう形で、マレーシアの魅力をミストラベルのユナちゃんと、見てくださってる旅好きな学生さんと一緒にちょっと深掘っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。はい。で、今日の、ファシリテーターを務めます。私、旅っぽの向井まなみと言います。マレーシアに行ったのは、2018、おととしのゴールデンウィークぐらいですかね、にがっつりちょっといろいろ巡って、そこですごく魅力を発見したので、今回、マレーシアのファシリテーターを務めさせていただくことにしました。お願いします。じゃあ、ゆなちゃんも自己紹介お願いします。はい、皆さん、こんにちは。ミストラベル2021の村田莉奈と申します。マレーシアはまだ行ったことがないので、今日、そうですね、すごい楽しみにしてました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日はこの2人でお送りしたいと思います。はい。じゃあ早速なんですけども、マレーシアのイメージはという形で、マレーシアと聞いて浮かぶものをちょっとゆなちゃんと、あと、ご覧くださっている皆さんにお伺いしたいなと思ってます。で、ぜひチャットでいろいろいただけると読み上げたりしたいなと思ってまして、で、その際、チャットの宛先なんですけど、デフォルトがおそらくパネリストになっていると思うので、パネリスト及びすべての参加者に変更していただいて、ちょっとマレーシア持ってるイメージとか教えていただけたらなと思ってます。で、今回は、このチャットに実はマレーシア政府観光局さんも一緒にご参加くださってるので、もしなんかこれからのこのイメージだけじゃなくて、いろんなコメントとか質問いただくタイミングで、私が答えられないことなど、もしかしたら答えていただけるかもしれないので、じゃんじゃん、コメントいただければ、私もどんどん読み上げていこうと思います。じゃあ、ちょっと早速なんですけど、ゆなちゃんはマレーシアと聞いて浮かぶもの何かありますか？やっぱクアラルンプールがすごい、マレーシアのイメージ強くて、最近だと、皆さん知ってると思うんですけど、コンフィデンスマンっていう映画の、ロケ地がマレーシアのランカウイ島で行われてたそうで、それを見てからもうマレーシアの虜で、もうめちゃくちゃ行きたくて今。なので、そうですね、やっぱビーチとか、そういうイメージが私の中ではあります。なるほど、ありがとうございます。確かに私もコンフィデンスマン見たんですけど、そっか、あれ言ってましたっけ、ランカウイ島って。ラン確かカにウイなんか、島らしいです。ああ、すごい、それはね、今日すごいありがたいボールです。ランカウイ島の紹介もすよるのかっで、たです。ぜひ。 コメントだと、都会、物価が安い。ああ、物価って、確かに東南アジアは、ね、全体的に安いのもあるし、マレーシアも安いですね。綺麗な海、ジャングル、食べ物が美味しい。ナシゴーレン。確かになんかあれですね、こう、都会って言ってくれてる人もいれば、さっきのイナちゃんみたいにビーチだったりとか、綺麗な海、ジャングルみたいな、ちょっと自然の話も出てたり、まあ、ばらついてるのかなと思いつつっていう感じです。はい。じゃあ、ここで、まあ、いろんなイメージを聞いてみたんですが、ちょっと動画を見てみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。
すごいいい動画でしたね。なんかみんなが言ってくれてたビーチとか自然ももちろんちょっと都会な、なんかホテルの情報とかも入ってて、ちょっとマレーシアの印象がもしかしたらもうすでに動画で変わった人もいるかもしれないなと思います。あ、私も知らないマレーシアがたくさん、ありがとうございます。はい、マレーシアの概要なんですけど、まあ、首都はクアラルンプール、さっきちょっと話を見てましたが、クアラルンプールっていうところで東南アジアに位置して、常夏なのでずっと暖かいです。で、東京からだと直行便で約7から8時間なので、意外と寝てる間にスッととかつくぐらいのイメージですね。で、さまざまな文化が混じり合っているっていうのが結構特徴で、いろんなあの文化が混じっているので、マレーシアに行くだけで日本で見られないようなカルチャーがいろいろ触れ合えたりするっていうところが、かなり、まあ、歴史上といいますか、そういう形で見られるので、すごくなんかいい意味でコスパがいいのかなとは思いますね。はい。で、マレーシアは、こういうふうにこの半島の端っこと、こっち側の右側の島に渡っているもので、今回は、このクアラルンプールっていうのと、ランカウイ、上にあるランカウイ島で、一番下にある、一番下というか、クアラルンプールのちょっと下にあるマラッカっていう場所について、ちょっとお話をしたいなと思ってます。はい。で、まずはこの赤線引いたクアラルンプールからちょっと魅力を深掘っていきたいなと思います。はい、クアラルンプールは写真映えな多文化スポット&絶品グルメの宝庫っていう形で、ちょっとこのスポットとグルメについてご紹介したいと思います。お願いします。はい、もう多分この一番左のもの、ペトロナスツインタワーを知ってる人多分多いんじゃないかなと思うんですけど、ゆなちゃんは知ってました？見たことあります？見たことあります。夜景が見えるところでしたっけ？あ、そうです、そうです。こんな感じで写真の通りなんですけど、ちょっと夜景というかこのビル自体がね光ってたりとかして、この下の噴水とかも光ったりするんですけど、結構綺麗で、で、まあ、クアラルンプールといえばここみたいな感じで、452メートルの高さで展望デッキが86階にある、すごい、もうめちゃくちゃでかいです。実際に見たらかなりでかいツインタワーになって、ね、で、そのなんかまあなんていうんですかね、都会っぽいこのビルと、まあ同じクアラルンプールの中にある中では、このスルタンアブドゥルサナドビルとかスジットジャメンみたいな、歴史上真ん中のスルタンアブドゥルサマッドビルとかだと、イギリスの統治時代に建築されたイギリス文化がちょっと混じった、イスラム建築とイギリス建築が混じった建物なので、かなりちょっともうすでに異文化が一つの中で混じっているっていうようなところとか、マスジットジャメは今度逆にイスラムとインドの様式が融合している日本、ごめんなさい、市内で最も古いモスクになってます。なんで、まあ、こういう都会的な建物とモスクが同じエリアにあるので、クアラルンプール旅するだけでかなりいろんなカルチャーが入ってくるかなというふうに思います。他にも、右側のスリマハアリママンティ寺院みたいな感じでヒンドゥー寺院があったりして、これもちょっとなんていうんですかね、かなりインドっぽいというか、雰囲気が全然また違う建物、寺院があったりとか、あと左側のセントラルマーケットみたいな形で、ここはなんかマレーシアの何ですかね、ローカルなお土産とかショップみたいなのがたくさんあって、ここでいろいろものを買えて、ここは何て言うんですかね、現地の文化が楽しめる場所、買い物スポットになってます。なんか100以上のお店があるので、お土産買うときとかはぜひセントラルマーケットに行ってほしいなっていう感じです。はい、他にもチャイナタウンとかもあるので、本当にクアラルンプールの中にギュッとなんかこうヨーロッパとか、あのイスラムとかインドとかチャイナとかが混じってるような都市になってます。はい、コメント、あ、セントラルマーケット行きたい。セントラルマーケットすごくね、本当によくって、なんかスパグッズとかお菓子とかもたくさん売ってるので、なんかすごくね、いろんなものが、本当に多様なものが売ってて結構面白いです。で、グルメももちろん、マレーシアは本当にグルメが美味しくって、日本人にとても合うものが
多いかなっていうふうに思っていて、なんかあんまり東南アジアってたまにすごいスパイシーだったり辛かったりみたいな料理のイメージがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構マレーシアのグルメはあんまり辛すぎないというか、ちょっと甘辛いみたいな、ココナッツミルクとかが入ってたりするので、ちょうど良いけどスパイスで複雑な味がするみたいな、すごく何て言うんですかね、美味しいものが多いです。でかつ結構さっきのカルチャーが混じってるのもあるんですけど、グルメ自体も結構多様なので、まあ、こういうミーゴレンとかラクサみたいな麺類からカレーがすごい美味しかったりとか、ナシルマっていうこののっけご飯みたいな感じでご飯にいろいろ乗っておかずと一緒に食べるとか、スイーツもすごい美味しかったりとか ここでちょっと紹介しきれないぐらいとっても美味しいものがたくさんあるので、ぜひこれもすごくマレーシアかつクアラルンプールの魅力かなと思います。どうですか、なんか気になるものあったゆなちゃんも。ミーゴレンってどんな味がするんですか？あ、ミーゴレンはな結構日本の焼きそばにちょっと似てるかなけど、なんかどっちかもうちょっと甘辛いソースで、ちょっとまあ、ローカルフードなので、いわゆるそのフードコートみたいな、フードモールみたいなところに行くとかなり安い値段で食べれたりすあ、るどれぐでらいす。なんですか、値段とかって。値段どれぐらいですか？私が行った時とかだと本当に3、なんかワンコインかからないぐらい3、400円とかでも食べれるとか全然ありますし、もっと安いのかな？なんか結構行く場所にもよるし、例えばいいお店でいいもの、こういうエビとか乗ってたりとかするとまたちょっと値段変わるかもしれないんですけど、結構良い。すごとていもおすす美味しそう。め。ね、お腹空いてきますね。まだ4時だけど。感じでクアラルンプールはそんな感じなんですが、続いてもうクアラルンプールですでに魅力をちょっとバーって喋っちゃったんですが、このクアラルンプールから、ちょっと下に降りたところにマラッカっていう都市があって、ここをぜひクアラルンプールから足を伸ばして行ってほしい場所なのでご紹介したいと思います。はい。でこのマラッカどういうところかっていうと、マレーシアの中でも、まあ、かなり古い古都で、街全体が世界遺産に登録されているぐらい、まあ、歴史深いというか、かなり貴重な都市になってます。で、クアラルンプールから、まあ、バスとかタクシー、車で約2時間ぐらいで行けるので、まあ、ワンデートリップでも行けますし、まあ、宿泊してゆっくり楽しむでもできるような場所になってます。で、ここが、大航海時代とかにヨーロッパの国々で争奪戦が起きたりとかした影響で、オランダとかイギリスとか、でかつ近い中国の文化とかが混じってます。歴史で言うと600年以上らしいというか600年以上なので、すごくかなり古い文化のある町です。はい。で、まあそういうマラッカなんですが、まあ、どういうところか観光スポットとしてあるのかというと、まあ、左側が、マラッカってこの赤い、なんていうんですかね、建物が特徴でもあるんですけど、ここがオランダ広場っていうところで、オランダ広場の周りにこういう赤い建物がたくさんあります。で、これもオランダ建築なので、ちょっとなんていうんですかね、あんまりアジアとしてイメージするようなものじゃない建物が見られる場所かなと思います。で、右側は、ザビエル。岩の世界史とかってよく日本史でも出てきますかね。で、出てくるザビエルの像があります。で、ここがセントポール教会で、まあ、ポルトガルによって建てられた教会跡で、一時期ザビエルの遺骨も安置されてたという、かなり本当に、なんていうんですかね、ちょっと歴史を感じるよね。ザビエルとかいう名前が出てくると。そういう場所になってます。はい、で他にもなんかサンチャゴ・トリデっていう遺跡があったりとかして、本当にこういう、なんていうんですかね、石板みたいなところに文字があったりとか、大砲が置いてあったりとかして、すごいなんか急に異世界に入ったみたいな、もう違う時代にトリップしたみたいな雰囲気を味わえる、すごくいいところです。はい。で、マラッカの都市自体は、ま、さっきみたいな遺跡とか、ま教会跡みたいなのもあるんですけど、別でこういうおしゃれなカフェがあったりとか、チャイナタウンみたいな形があったりとか、
いろんなこういうおしゃれなストリートで、プラナカン文化っていうんですけど、結構いわゆるインスタ映えスポットというか写真映えみたいな形ですごいカラフルな建物だったりとか、あと器とかもすごい可愛らしいものが多い文化が、マラカで見られるので、それもちょっとまた見どころに、遺跡とね、ちょっと対比、コントラストがある感じなんですけど、どっちも楽しめちゃう場所になってます。で、街の中には、さっきも言ったんですけど、一休みできる中で、私もちょっとコーヒー飲んだりしたんですけど、カフェがあったりとか、で、ヨーロッパにあるような教会とかもあるので、本当に何て言うんですかね、一つの都市に、世界遺産都市にせ、本当に世界遺産としてイメージするような、ああいう遺跡とかもあれば、ちょっと街に出るとおしゃれなカフェとかもあって、本当に1日とか2日とかがっつり楽しめる場所になってます。はい。で、もう一つ、マラッカの近くで、やっぱりマレーシアに来たら見ときたいものがモスクかなと、私は思うんですけど、これ、マラッカ海峡っていうところに浮かぶマラッカの島にあるモスクになります。で、水上にあるモスクでかなり珍しいかなと思っていて、で、サンセットの時間になると、こういうふうに空と一緒にちょっと、なんですかね、マジカワみたいなのが楽しめて、結構綺麗な景色を、外から見ても綺麗ですし、もちろん中もモスクをしっかり楽しめる場所になっているので、ここもぜひマラッカと一緒に、マラッカというか、マラッカの都市と一緒にモスクを見てほしいなと思います。はい、観光スポットでいうとこんな感じですが、いいよねとこういうのはすね。ごいですね。なんかカフェとかあるのも知らなかったですし、なんか意外にもすごくインスタ映えなものがたくさんあって、すごいイメージがもうすでにちょっとずつ変わり始めてます。いいことありがとうございます。こうコメントとかでもおしゃれっていうコメントがすごく多いので、本当にね、行ってみたらびっくりするぐらい、カフェも結構件数もあるのし、ウォールアートもたくさんあるので、ぜひ見てみてほしいなと思います。で、マラッカのグルメはもちろんクアラルンプールのご飯が美味しいというか、マレーシア全体ご飯が美味しいんですけど、マラッカはまたちょっと独自の食文化があるので、ここでもなんかぜひご飯を楽しんでほしいなと思っていて、マラッカの、チキンライスってわかります？鶏と、ご飯、日本でもなんかいろいろ食べれたりする場所もあるんですけど、マラカでもチキンライスが有名で、その中でも、チキンライスボールっていう形で、マラカだけちょっとチキンライスが、なんていうんですか、ご飯がちょっとおにぎり状に丸くなってるっていう形で、そう、普段のイメージするチキンライスとまたちょっと違うチキンライスが食べれるので、ぜひ食べてほしいなっていうのと、他にもなんか、ニョニャロー、めちゃくちゃ噛んじゃった、ニョニャ料理っていう ニョニャ料理っていう、そのマラッカの文化の昔の家庭料理みたいなとこもめちゃくちゃ美味しいので、それもぜひ、なんかココナッツミルクをベースにハーブとかの調味料を入れた、これもまた複雑な味ですごく美味しいので食べてほしいなっていうのと、ニョニャ菓子っていう形で、まあ、ニョニャ料理の中のお菓子とかだと、なんか米粉とかを使った餅みたいなのとかがあって、日本の和菓子に結構近しいので、なんかあと名古屋のういろうとかに近しいお菓子とかもあるので、結構なんか日本人でもすごく口に合うというか楽しめるけど、ちょっと日本とは違うかなみたいな異文化の味とかも楽しめるので、ぜひスイーツも楽しんでほしいなと思います。ありがとうございます。いろいろコメントも、お土産がかわいい。あ、そう、全体的にそう、ニョニャがね、結構かわいい。建物もかわいいし、食べ物もかわいいし、なんならニョニャっていう文字面すらちょっとかわいいみたいなところがあるので、ぜひマラッカに来たら、そこは、なんですかね、ニョニャ文化に触れてほしいなと思います。りなさん、どう？ニョニャってすごいですね。なんか本当コメントあるみたいに猫みたい、本当に。あ、す確かに。ごい。なんね。か にゃーって言 食べてみたいです。本当ってる。ね、そうですね。に。本当に日本人の口に合うので、なんかでもちょっと日本では食べられない味でもあるから、とても、私マレーシア料理すごい好きで、もっと日本にはマレーシア料理
あればいいのになと思ったり、うん、マレーシア早く行って食べたいなって日頃からちょっと思ってます。はい、すごいね、はい、で、クアラルンプールっていう首都を楽しんで、マラッカの古都を楽しんで、で最後にご紹介したいのが、左上に 赤線が引いてるんですけど、ランカウイ島っていうところで、ちょっとリゾート地、マレーシアの楽園と呼ばれてるんですけど、ランカウイ島がさっきあれですね、映画のロケ地にもなってたみたいな話もあったんですけど、すごいいいリゾート地があるのでご紹介したいと思います。はい、ランカウイ島はマレーシアとこのタイ、上がタイなんですけど、マレー半島ってタイの国境付近にある島です。でクアラルンプールからだと飛行機に乗ってもらって、まあ、1時間ぐらいなので、まあちょっと距離はありつつっていう感じですね、クアラルンプールからと。でもまあ1時間なんで、実際はなんかどっかから離島に行くっていう、本当それぐらいのイメージです。でちょっと都市から離れてるのもあって、かなり自然豊かで、まあ、すごいのどかな雰囲気があります。でこれが一番ちょっと大学生に推したいっていうのはあれなんですけど、まあ、私もそうなんですけど、お酒がすごい好きな人にとってはちょっと免税なんですよ、お酒が。めちゃくちゃ安いので、もうほぼ島全体飲み放題みたいな感じです。なので、リゾートでこういい雰囲気の中でもうお酒飲んで楽しみたいとか、ビーチでなんかいわゆるカクテル飲んだりとかビール飲んだりとかにはもう本当に最適な島だなっていうの、ちょっとここ一つ推しポイントでもあります。はい、で、さっき言ったようにビーチもすごいいいし、かつこういう右側みたいな滝とか森とかみたいな感じの大自然もすっごいいろいろあって、でかつアクティビティ もうビーチもこの自然側もどっちもネイチャー系も楽しめるっていうのがランカウイ島の魅力かなと思ってます。はい、でさらにランカウイ島のリゾートランカウイ島って、まあリゾート地としてもちょっと開発されてはいるので、リゾートホテルもいくつかもちろんあって、高級リゾートから何からまでいろいろと選ぶことができます。で結構、まあ、私調べ安く泊まれるので、これ私初めて人生で初めてスイートルーム生まれたぐらい、かなり安くランカウイ島ではリゾートホテルに泊まれるんじゃないかなと思ってます。でスパとかもすっごい安く、しかもめっちゃレベルが高いので、なんか東南アジアと聞けばね、やっぱホテル安いとかスパいいみたいなのもあると思うんですけど、ランカウイ島もそこに全然漏れなくというか、なんなら他よりも安いんじゃないかなっていうぐらい、好きなホテルを選べるかなと思うので、ちょっとぜひ見てみてほしいなと思います。マッサージもなんかトラディショナルマレーシアンマッサージっていうのを受けたんですけど、まあ、伝統的なマレーシアンマッサージ、なんかそのリラックス系のマッサージだったので、なんかそのゴリッと痛いみたいな感じじゃなくて、本当なんていうんですか、オイル使ってみたいな感じだったので、ぜひなんか女子の皆さんも、もちろん男性の皆さんもなんですけど、受けてみてほしいなと思います。あ、女子旅したいっていうコメントいただいても、女子旅にすっごいいいと思います。みんなで泊まって超楽しいと思います。はい、でランカウイ島ももちろんグルメが美味しいです。なんかもうマレーシア料理が美味しいんで、どこで食べても美味しいんですけど、でマレー料理とかで、さっき言ったようにリゾートホテルもいくつかあるので、結構なんかワールドグルメみたいなところもいろいろ食べれるので、なんか飽きないかなと。レストランもたくさんあります。で島なので新鮮な魚介類とか、あと、まあ、もちろん常夏なのでフルーツがすごく美味しかったりとか、なんかこう自然豊かだからこその美味しさみたいなのがあるかなと思います。でこの右側の写真みたいなナイトマーケットとかも、まあ、ちょっとコロナの状況にはやると思うんですけど、やってるので、まあ、ここいうナイトマーケットとかだと結構リーズナブルにいろんなものを、例えば食べ歩きしたりとか、なんかこうみんなでシェアしながら食べたりとか、すごい楽しいかなと思います。はい、で私が行ったマレーシアのマレーシアでランカウイ島のレストランは、なんかこうイケスに魚とかエビとか他のいろんなものが入ってて、でそれを好きなやつを選んで、でさらに好きな調理法を選んで、なんかこうマレーシア風のもの
で食べられるみたいなお店があったりとかしたので、かなりやっぱ魚介類は新鮮なものがあって、でちょっと何ですかね、マレーシア風の普段あまり食べないような味付けのものが食べれたりして、どれもめちゃくちゃ美味しいので、どの味にするかとかもすごい迷っちゃうぐらいなので、ぜひ食べてみてほしいなと思ってます。はい、そんな感じなんですけど、観光スポットもちょっと続いて紹介したいと思います。で、観光スポットはもちろん絶対行ってほしいのがビーチで、皆さん全然モランカウトに来たら絶対行くと思うんですけど、ここパンタイチェナンっていうビーチで、こういうなんていうんですかね、左側にパンタイチェナンっていう名前が書いてるようなあれがあって、でかつなんかこう雰囲気がすごいいい場所なので、なんかチルするって書いてるんですけど、まあ、お酒が安いからお酒片手にちょっと飲んでゆっくり海見たりとか、マリンアクティビティでアクティブに過ごしたりとか、本当にいろんな楽しみ方ができるパンタイチェナンっていうところです。で結構白い砂浜と青い海なので、本当もう思い描くビーチそのものっていうのと、2キロぐらいの広いビーチなので、結構ゆった本当に人も密集しすぎずゆったり過ごせるかなと思います。はい、チル、コメントもチルしたいとかチルするのもありだよね。チル、大学生、わかんない、私もチルするの好きなんですけど、やっぱ大学生も、今の大学生もチルしますか？チル、うん、チルチル言ってたそんな感じです。はい、で、もうビーチとか自然だけじゃなくって、クアって呼ばれる場所にはショッピングモールとかレストランが集まっていて、わしが右側の写真に大きい場所がいるんですけど、これかなり遠くから撮ってるからこんな感じなんですけど、分かりますかね、右側の写真の星の上みたいなところにわしがあって、これめちゃくちゃでかいんですけど、本体を見るとそうすごいね、大きくてかっこいいわしがいて、でここでお買い物とかもできるので、ランカウイ島のお土産買ったりとか、なんか足りなかった、例えば日焼け止めなくなったりしたらここで買ったりとか、全然ちゃんとお店とかもある場所になってます。はい、でもう一つ、観光スポットで絶対行ってほしいなと思うのがここです。でこれ絶景って書いててスカイブリッジっていうところなんですけど、もうちょっと見るだけで、写真だけで、なんていうんですかね、高所恐怖症の人はゾワッとするような場所になってるんですけど、これがめちゃくちゃ絶景かつすごい気持ちいいので、空中散歩をしてほしいなと思います。で、まあ、地上から100メートルで125メートルあるので、まあ、結構長い間空中散歩できるかなっていう感じで、まあ、空港から車で15分なんで結構すぐサクッと行けちゃいます。でこの絶景が見えるスカイブリッジの周り、割とスポットがいろいろあってですね、ケーブルカーがあって、このケーブルカーで上の方に登っていったりとか、これも絶景が見れます。あとオリエンタルビレッジみたいな感じで、このまたカラフルな建物がいろいろあったりして、ランカウイ島でも写真撮ったりとか、こういうカラフルなお家の、なんていうんですかね、文化的なものを楽しんだりとかもできます。なんか右のその傘のとこがあったりして、写真撮れる場所もかなりいろいろありますね。コメントも楽しそう、ワクワクする、ありがとうございます、うん、から本当にすごいカラフルでした。なんかこのスカイブリッジで青と緑をバーって見た後に、ちょっとオリエンタルビレッジでカラフルな場所写真撮ってみたいな感じでこういろんな絶景が楽しめる場所になってます。はい、そんな感じなんですけど、どうですか、ランカウイ島。いや、いいですね、めちゃくちゃ行きたいですもん今なんかランカウイ島すごいビーチのイメージが強かったんですけどなんかスカイブリッジとか、もう絶対、もう絶対気持ちに決まってるじゃないですか、もうこれはだからなんだろう、すごいもう行きたいが詰まってる島だなって思いますありがとうございます。確かにね、なんかこういろいろ、まあ、ビーチのイメージが多分結構強くて、もちろんビーチもすごい多いので長居しちゃうんですけど、他にも見る場所とかレストラン、カフェとかもたくさんあるので、ランカウイ島にもずっといたいって思うぐらい、一回降りちゃったら本当楽園のような島だなと私も思ってます。はい、
あっという間なんですけど、クアラルンプールとマラッカとランカウイ島を紹介し終わりました。で、なので、ちょっと今日のまとめをしたいと思います。で、観光スポットでもグルメでも、どっちでも多文化、かなりミックスカルチャーな場所なので、本当にいろんなものを味わえる国になってます。で、世界遺産の街のマラッカがすっごくおすすめなので、ぜひ、クアラルンプールと一緒に行ってもらえると、さらに満足度が上がるんじゃないかなと思います。で、南国の自然を満喫できるランカウイ島も外せないという形で、さっきご紹介したビーチもネイチャーもみたいなところで、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、かなりリフレッシュしたりとか、チルしたりとか、なんかこう、ね、今ちょっとやっぱストレスがたまる時期でもあるかもしれないので、これが明けたら、ぜひランカウイ島で、なんかこう、気分転換、気分を変えるようなことをしてもらえたらなと思います。で、交通で言うと、成田から直行便で約7から8時間。で、東京、札幌、大阪、福岡から直行便が出てるので、結構今見てくださってる方のところでも、ちょっと都心の方に出てもらえれば直行便が出てるので、めっちゃ楽に行けちゃえると思います。で、LCC なら片道1.5万からなので、実はすごい安く 早く行けるようです。なので、ぜひ、私もすごい安く行った記憶があります。コメントも学生に優しい。そう。学生にすごい優しいなと思います。なんかこう弾丸で行けるぐらいの交通費だったり、直行便の時間だったりするんで、行って、いろんな都市回って戻っても、全然思ったよりお金かからなかった、楽しかったってなる気がしています。はい。そんな感じなんですか。どうでしたか、ゆなちゃん。そうですね。なんかこんなにもカフェも楽しめるから、カフェ好きの人もおすすめだし、歴史が好きな人はまた歴史も見れるし、それこそビーチとかチル好きな人はチルも楽しめる、なんか一つにね、こう魅力が詰まった国だなってすごい思って、なんかもう次海外旅行行くならマレーシア行きたいなってすっごい今思います。嬉決定しい、でありがす。とうございはい。ます。確かにね、私ももう全然、なんか2年前とかでも、いまだにすごい覚えてる場所も多いし、かつもうね、行きたい、またマレーシアすぐに。結構行ったら虜になる場所だなと思っています。はい。なんでマレーシアのもともと持ってるイメージから結構変わったかな。さっきの感想から言うと。すごい、たくさん変わった方いるんじゃないかなって思います。ね、なんかもしマレーシアでイメージ変わったとか、トークで初めて知ったことがあったみたいなのがあれば、ぜひチャットで教えてくれるとありがたいなと思います。片道、そう、片道安いですね。1.5万とかで行けちゃったら、なんかね、すっごい価値があるなと思いますね。実際、そう、で、向こう、なんかクアラルンプールって結構高級ホテルが安く泊まれるみたいな場所でも、そう、ちょっと有名で、なんで、なんかこう、まあ、ああいうローカルフードも楽しみつつ、ホテルはちょっといいとこに学生でも全然泊まれると思っていて、泊まって、なんか今まで泊まったことないようなちょっと部屋とか、なんかクラブラウンジとか、アフタヌーンティーとか、なんか、でもすごい安く実は楽しめちゃえるので、なんかランカウイ島だけじゃなくて、クアラルンプールもすごくリーズナブルなところがあるので、なんか行ってみてほしいなと思ってます。ランカウイ島も行きたくなりました。確かにランカウイ島とか、さっきの映画の話があったので、ゆなちゃんは知ってたけど、それまでは全然聞いたことないとかっていう感じだったかな。そうですね、聞いたことなくて、まさかこんな綺麗なところがあるとはと映画で知り、今日でまた魅力が深まりみたいな感じだったので、今回見てくれた方も、ランカウイ島の魅力にたくさん気づいたんじゃないかなって思います。伝わってれば嬉しいな。 なんかランカウイ島とかね、私もなんかランカウイ島は、英会話の先生に教えてもらって、それまでは全然知らなかったんですけど、なんか結構その
英会話の先生は海外の方なんですけど、うん、西洋とか、なんか欧米とかではすごい人気らしいけど、うん、意外と日本人には知らない人が多くって、めっちゃいいところなのにね、みたいな話から行ってみようと思ったので、なんかこれを機に学生たちに広まってくれると私もすごい嬉しいなと思います。お、コメントも。マレーシアにゆっくり体を休めに行きたいです。体を休めるんだったら絶対リゾートすごいいいと思うので、ぜひ行ってほしいです。マレーシア行ってみたいです。絶対行きます。あ、絶対行きます。じゃあちょっと、絶対行ってください。ぜひ、本当にすごくいいので、もう、超おすすめです。はい。で、マレーシア政府観光局、さんの今回スポンサーでお送りしているんですけど、マレーシア政府観光局さんの SNS でめちゃくちゃこうマレーシアの情報がどんどん流れているので、なんかこう絶対行きますって言ってくださった方とか、まあ、ちょっといいなと思ってくださった方はぜひフォローしていただいて、マレーシアへのこう気持ちを実際にこう行けるようになる時まで高めてもらえたらなと思います。きっとなんかね、お得な情報とかもしかしたらあるかもしれないですし、今だとね、いつ行けるかなって感じだと思うので、そういう情報とかも、なんかこう、旅の情報を仕入れながら見てもらえたらなと思ってます。元カノと復元してから行きたいと思いますっていう、すごい個人的なコメントありがとうございます。ぜひ、元カノさんと復元してマレーシア行ってほしいです。また、一旦仲良くなれると思います。あ、絶対行きますが、もう一人、絶対行ってください。はい、そんな感じですが、こう私もちゃんとフォローして、はい、だいたいこれで私からの発表は終わりなんですけど、最後じゃあゆなちゃん、はい、どうでしたか。もう絶対を通して、そうですね、エクアラルンプールから始まり、うんうん、ランカウイ島まで、なんか本当に今まで知らなかったことがたくさん知れて、もう絶対行きたいっていう声もあるように、私ももう次行く国にはもうマレーシアだなとこう思えるほどもう魅力がたくさんだったので、なんかもっとこのマレーシアの魅力をたくさんの方に知っていただきたいなっていう思いがすごい強くなりました。うん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 、ゆなちゃんは行くとしたら、はい、うん、誰と行くとかありますか。そうですね、でもやっぱなんかそのランカウイ島のそのスパとかの面で、うん、その女子旅すごいいいなって思って、うん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 、なんか女子旅でこう美味しいものたくさん食べてスパ行ってゆっくりしてみたいな、うん、そんな旅がすごいしたいなって思います。女子旅すごい、なんかコメントでもいただいてましたけど、女子旅すごいいいと思うな。なんかこう向こうではグラブっていうそのウーバーみたいな形のタクシーがあって、うん、グラブとか何人かで乗るとめっちゃ安いんで、もともと安いんですけど、さらにその何人かで乗るとなんていうの、割り勘みたいな形で安くなるから、すごいいろんなとこ行きやすいし、なんか車で、まあ、マラッカとかも車でとかバスとかで移動したりするから、何人かで行ってこう割りつつ、食事もいろいろ頼んでみんなでシェアしつつとかするとすごい楽しめるような気がします。スパもな、絶対行ってほしいな。なんかちゃんと個室ももちろんありますし、みんなで同じ部屋とかも多分お店によってはできると思うんで、3人並んでとか2人並んでみたいなとかでやって行ってほしいなと思います。はい、あ、はい、じゃあちょっと早く始まったんで、そろそろ終わりにしたいなと思います。あ、マレーシア政府観光局さんがありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん SNS フォローしていただいて、次の旅マレーシアに行ってほしいなと心から思ってますので、今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。